で全都スイーティーズ松田蘭ちゃん、七瀬奈々ちゃんです。よろしくお願いします。うわー、かわいい。早速ね、声が飛び交っておりますけれども、ではですね、まずは一言ずつご挨拶いただいてもよろしいでしょうか。おはようございます。おはようございます。キーパーエンジェルス2014の佐々木みのりです。第2戦富士スピードウェイということで、私たちが応援する38号車、チームキーパーセルモンの得意とするサーキットですので、皆さんとっても楽しみにしてると思います。私たちもワクワクしながら応援したいと思いますので、2日間よろしくお願いします。
TBS で放送されます女神の眼力という番組でゆっちが出演されるということです。まあね、どんな感じで出演されるかはちょっと見てのお楽しみということですので、皆さんぜひ5月の11日14時から TBS をチェックしていただければと思います。はい、さあそんなね、衣装の方をちょっとご注目いただきたいんですが、伝統のホワイト&ブルーにアクセントのイエロー、そしてシルエットをご覧ください。妖精さんみたい、とっても特徴的です。ありがとうブルリン。はい、 YouTube にはですね名曲の動画が上がっているということですので、皆さんぜひぜひチェックしてください。さあそしてそのお隣です、 Z20s、 まずは松田らちゃん奈々です。せーの、潰されそう。もうランナーといえば言わせてください、日本レスクイン大賞グランプリ獲得です。おめでとうございます。すごい、2023年一番輝いていたレースクイーン、ランナーの新しいそのタオルは、これは横断幕と同じデザイン、うわ見せてください、ファンの皆さん、うわかわいい、新しいデザイン、グランプリ受賞おめでとうと書いてありますね。ぜひですね皆さんもこのタオルゲットしていただきたいと思います。まあ、ランナーはね、なんと私たちブリヂストンがサポートいたします、スーパー耐久のイメージガールも務めていらっしゃいます、スイッシャーとしてね活動、歌って踊れるアイドルユニットですよね。はい、他にもですね昨年からの、ね、契約全部継続ということで絶好調のランランです。今年も頑張りますので皆さん応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあそしてそのお隣、七瀬七ちゃん、七ちゃんです。せーの、七ちゃん、ありがとうございます。もうね、奈々ちゃんも2022年日本レースクイーン大賞で新人部門のグランプリに選ばれております。やばい、グランプリが揃っちゃった。もうね、ずっとレースクイーンをしていきたいなと思ってるそうです。まだね1年目、まだ5年後も10年後もレースクイーンといえば奈々で奈々という存在になりたいというふうにおっしゃっています。この春にねヤングジャンプに登場するといきなりトレンド入りという大注目。さらにはですね、今現在デジタル写真集ランキングで2位に選ばれているということで、皆さんご覧になりました、奈々ちゃんのデジタル写真集、むちゃくちゃセクシーでね、むちゃむちゃ私女子だけど見たりドキドキしちゃうぐらいとってもね素敵です。皆さんぜひぜひまだねゲットされてない方はチェックしてみてください。はい、さあそしてですね、デントスイーティーズちゃんたちのコスチュームにもご注目いただきたいと思います。もうねゼントといえばこの真っ赤なコスチュームとっても可愛い、ありがとうランナー回ってくれた。はい、とっても素敵ですね。今年はですねボタンのデザインがとっても印象的なんですね。そしてスイーティーズのお決まりポーズを取った時により映えるデザイン、さあどうでしょうか。スイーティーズといえばそうゼントスイーティーズ、広げた時にアームのところにロゴがねゼントと入っています。皆さんこのポーズ取った時はねそういったところも意識してぜひ素敵な写真撮っていただきたいと思います。さあそしてねファンの皆様にとっておきのお知らせがございます。なんとですねキーパーエンジェルちゃん、そしてゼントスイーティーズちゃん、夏コスのお披露目撮影会決定いたしました。はい、エンジェルちゃんたちは5月の11日に東京で夏コスお披露目会、さらには、名古屋で、ね、6月15日プロデューサーさんに確認いたしました、6月15日に名古屋で開催されるそうです。そしてエンジェルちゃんは5月の12日翌日ですね、12日の日曜日、そして名古屋では6月の8日に、お披露目撮影会ということです。夏コスどんなになるのかな、どんなになるの、皆さんもご覧になっている、ちょっと楽しみですね。一足先に夏コスチェックしたいという方はぜひぜひですね、まずは5月11、12開けといていただきまして、お披露目撮影会ご参加いただければと思います。どうでしょうか、カメラマンの皆さん、そろそろお時間になりますけれどよろしいですか、ね、油断してると撮影会は急まで終わっちゃいますよ。はい、じゃあですね視線を合わせた写真ちょっと行ってみましょうか。はい、ではまずは真ん中のカメラマンの皆さん、シャッターチャンスです、大きく手を振っていただいてね視線を集めていただきましょう。
ツインディーちゃんね、そしてリファエンゼルちゃん、4人の視線を集めるというのはなかなか難しいと思います。大きく手を振ってこっち見てってね、アピールしてください。はい、よろしいでしょうか。どう4 3 2 1。はい、そこまでです。 OK ですか。でもね、撮り続けてもいいですよ。はい、向かって左側のカメラマンの皆さん、はい、お待たせいたしました。じゃあね、4人の視線がそちらに集中しておりますので、可愛い写真たくさん撮ってくださいね。もうね、この夏コスも多分楽しみだけど、冬コスもいつまでも見ていた、あ、可愛い、ありがとうございますね。ちっちゃなお友達から大きなお友達まで、あらゆる世代に大人気、キーパーエンジェルスさん、そしてデートシーティーズちゃんの撮影会開催しております。はい、よろしいでしょうか。5 4 3 2 1。はい、そこまでです。はい、お待たせしました。じゃあ今度右側のカメラマンの皆さん、撮影タイムになります。どんどんね、アピールしていただきまして、4人の視線も集めてください。さっきなんか奥の方にヤマピーですっていう方がいたいなくなっちゃいました。ヤマピーいなくなっちゃったかな。はい、さあカメラマンの皆さんもね、どんどんアピールしていただきまして、そうですね、そういった感じでね、視線を集めていただければと思います。さあ皆さん、ぜひですね、夏コスお披露目撮影会、5月の11、12、この2日間はしっかりと開けていておいていただきたいと思います。オフ会もあるということですので、ね、撮影だけではなくコミュニケーションとってね、もっともっと仲良くなれると思います。はい、よろしいでしょうか。はい、5 4 3 2 1。はい、そこまでです。はい、ありがとうございました。まだまだね、止まりませんよね。わかります、私もずっと一生見ていたいこの光景、ね、ありがとうございます。今日はね、もう絶好の撮影日和でもありますからね、皆さんこれからも1日かけて素敵な写真たくさん撮っていただきたいと思います。はい、ではです、あ、そうだそうだ、前回のね、岡山開幕戦も絶好調で、まあと1個というところまでね、来ましたけれども、今シーズンは先ほど富士の方では表彰台を狙っているということですが、チームの雰囲気どうなったんですか。はい、すごく前回の第一戦の開幕戦で手応えを感じてらっしゃるというふうにドライバーの2人と監督、立川監督もおっしゃってたので、私たちもすごく楽しみにしています。この富士はホームですので、すごくいい走りをしてもくれるんじゃないかなっていうワクワクでいっぱいです。皆さんの応援が力になると思いますので、一緒に熱い応援お願いします。みのりん、ありがとう。実はですね、この後ブリヂストンブース12時15分から今ね、お話にありましたTRチームキーパーセルの立川雄二監督、石浦博明選手、大湯俊樹選手をお招きしてのトークショーも予定しております。もうね、ありがとうございます。38号車ファンの皆さん、このままね、残って待っていていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ最後にね、2戦目に対する意気込みを一言ずついただいてもいいですか。ファンの皆さんにお願いします。はい、富士はとっても私も大好きなサーキットで、すごくこの第2戦楽しみにしてました。皆さんもちょっと暑いと思うんですけど、体調に気をつけながら無理なく一緒に楽しんで応援してもらえると嬉しいです。2日間よろしくお願いします。富士、ゴールデンウィークの富士は人がすごく多いので、とても楽しみにしていました。そして私事ですが、グリッドボードを持たせていただくので、はい、ぜひ、皆さん、はい、取りに来てください。そしてチームの応援もよろしくお願いいたします。はい、改めまして松田蘭です。朝早くから皆さんこのステージにお集まりいただき本当にありがとうございます。本当に天気が良くて熱中症になりやすいと思うので、たくさん水分とってください。そしておとといくらいですね、個人的なお話なんですけれども、ピノを食べた時に星が2個も入ってたんですよ。そうなので、これはいいことが起こるなという予兆だと思って食べました。なので38号車の応援表彰祭絶対乗れると
思っているので、皆さんもたくさん熱い応援をよろしくお願いします。はい、皆さんステージに集まりいただきありがとうございます。富士はですね、本当1年間で一番盛り上がるレースだなと思っているので、チームも本当私たちもより一層気合が入っています。皆さんの熱い声援でもっともっと頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ランナー星2個入ってたの？そうなんですよ。そう、1個入ってるだけでも結構確率高いみたい。2個も入ってたんで、これは優勝するしかないですね。するね、これはね。星2個はすると思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあね、今日1日皆さんもね、熱中症気をつけて笑顔で頑張ってください。いってらっしゃい。皆さん大きな拍手でお送りください。はい、ありがとうございました。キーパーエンジェルス佐々木みのりちゃん、友のゆみちゃん、ゼントスイーディーズ松田蘭ちゃん、七瀬七ちゃんでした。ありがとうございました。はい、カメラマンの皆様ありがとうございました。ちなみにですね、ゼントスイーディーズちゃんは